シェルデン・ウィリアムスはアメリカ合衆国オクラホマ州オクラホマシティ出身の元バスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツのスカウトを務めている。ポジションはパワーフォワード。206センチメートル、113キログラム。相性はランドロード。夫人はロサンゼルス・スパークス所属のキャンデース・パーカー。アンソニー・パーカーは義経にあたる。大学は デューク大学に進学。4年間プレーし、2005年と2006年の NCWA の最優秀守備選手賞を受賞した。総ブロック数が大学の歴代最高をマークし、ブロックの多さからランドロードという愛称がついた。2005年にはユニバーシアードにも出場資金メダルを獲得。2006年の NBA ドラフトでアトランタホークスから一順目5位で指名を受けた。 NBA 入り後、ルーキーシーズンは、まずまずの成績を残した。しかし、持ち前の守備が活かしきれないのと翌年に、ある方法度が加入したことで、ベンチにいることが多くなり低調な成績が続いた。2007から08シーズン中にトレードで、サクラメントキングスへ移籍。さらに2008から09シーズン中に、ミネソタティンバーウルブズへ移籍した。シーズン後、 ボストンセルティックスへ移籍した。2009年5月13日、キャンデースパーカーと結婚。その後、デンバー・ナゲッツへ移籍した。2011年2月22日、カーメル・アンソニー、チャウンシー・ビラップス、レナルド・バークマン、アンソニー・カーターと共に、大型トレードにより、ニューヨーク・ニックスへ移籍。その後は、フランス、中国でプレーした。2016年5月5日、 選手生活に区切りをつけ、ブルックリンネッツのスカウトに就任した。ありがとうございます。